はいどうも、ホソピーです。さあ、アマゾンのですね、プライムデー先行セールというところで、まあ注目商品がね、実は出ているんですけれども、まあちょろっと前の動画でも触れました iPhone 14 Plus、まあこれがですね、かなり安い金額。まあ 20% オフってね、まあ、なかなかないですよね。この金額買いなのどうなのっていうところで、まあかなり心揺れてる方ね、いらっしゃると思いますので、この iPhone 14 Plus と、まあ最新の15 Plus を比較しつつですね、まあ、買いなのかどうかという部分をですね、かなり掘り下げていきたいと思いますので、迷ってる方はですね、ぜひ最後までご覧になってください。本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで iPhone 14 Plus、まあ、今15 Plus が最新ですから、1個前のプラス大きいサイズの、まあ、標準モデルというところになっております。で、簡単に特徴を言うと、まあ、大きい画面でバッテリーも長持ちで比較的価格が安いと、まあ、こういったところで大画面を手にしたいなっていう方にとっては、まあおすすめできる端末だとは思うんですが、まずこれ買いなのかどうかというところの結論を言うと、まあこれ非常に言いにくいんですけれども、 20% オフっていうその価格自体にはですね、まあ間違いなく魅力はあるんですけれども、まあ飛びついて買うかどうかっていうところの、まあ背中を押せるかって、自信持って押せるかっていうとですね、まあちょっと要検討かなというところで、もうとにかく価格重視でいきたいなっていう方にとってはこれおすすめだし、まあ最新のものを見届けてからでもいいかなっていう方ももちろんいるので、まあ基本的にはまあ買いでいいと思うんですよ。あの iPhone 11とか、もっと前の機種を使ってる方からの、まあ、乗り換えであればですね、まあ、結構いい選択肢にはなり得ると。なんとも逃げ切らない結論付けではあるんですけれども、まあ、基本は言っていいかなと。あの古い機種からの買い替えだとね。で、13ぐらいからだったら、まあやめといた方がいいかなっていうところがあります。12からでもちょっとどうなのかなと。だから11より前ぐらいの機種を使ってて、なるべく安く大画面を手に入れたい方にとっては、まあ、いい選択肢にはなるのかなというところで、まあ、何がですね、ちょっとこれを迷わしているのかっていうところの、まあ、一つ一つちょっとね、潰していきたいなと思うんですけれども、まずですね、買ってもいいかなっていうところのプラス材料っていうところで、これね、怪我しにくいっていうところが結構大きな理由としてあるんですよ。というのも、まあ、今回ですね、まあ、この通り、私が最初に見た時にはイエローだけだったんですよ。イエローの 128GB だけ。ただ、その後ですね、スターライトと、あとパープルはあったかもしれない。パープルもそうかな。3色ぐらい、該当機種が増えてですね、もしかしたら買える台数っていうのが増えてるかもしれません。で、ミッドナイトはダメだったかと思うんですけれどもね。で、20% オフで 99,800 円で、ポイントがさらに 1% ついて1261ポイントということで、これ相当安いし、ポイントもあるしということで、まあ実質 21% オフみたいなところで、ここまでの安さっていうのは、まあ基本的にはありえないです。なので、言ってしまってもいいのかなっていうところがあるんですけれども、まあもろもろ考えなきゃいければいけないところもありつつですね、まあリセールっていうところをちょっと見たいと思うんですが、これジャンパラのですね、買取価格ということで、上限価格がですね、8万2000円ということで、差額がですね、1万7800円か。というところで、失敗したなと思ってですね、売ったとしても、1万7800円の、まあ、損失で済むと。まあ、こういう考え方もできるんですよ。ここまで、リセールがいいとですね、まあ、正直、ちょっと怪我しちゃってもいいかなっていうところも、まあ、ありつつね、新型が出たら売っちゃおうかな、みたいな。ただ新型が出ると買取価格も落ちますので、まあその点だけはちょっと注意していただきたいと思うんですけれども、この点においては買いという追い風が吹いているのかなというところになります。で、特徴をちょっと見つつですね、14プラスと15プラス、最新バージョンと、まあ、今回のセール対象になっている14プラス、これをですね、ちょっと比較していく必要があるんですけれども、まず14プラス、まあ、久しぶりにこの特徴をですね、このように公開しておりますけれども、2022年の10月7日発売でですね、まあ、2年まではまだ経っておりませんけれども、1年半ぐらいかな、まあ、経過してきていると。まあ、間もなく2年って言ってもいいかな。で、A15 チップを搭載で5コア GPU、まあ、iPhone 13と14って、チップがこのナンバリングですね、 A15 っていう数字が同じだったんですよね。この点においてちょっと懸念点が一つあるんですよ。で、ディスプレイサイズは 6.7 インチで有機 EL で明るさは802と、
で、顔認証搭載、二眼アウトカメラとか、このあたりの特徴はですね、標準モデルの iPhone は、まあ基本的には共通事項になっております。で、インカメラがね、実は結構性能が良くて、オートフォーカス搭載のインカメラということで、まあ明るさも結構明るくなってですね、F 値は 1.9 ということになってます。で、この大きさであるにもかかわらず、iPhone のね、重さとしては 203g なので、まあ取り回しも結構いいかなっていうところですかね。で、バッテリー持ちは最強クラスとなっておりますので、バッテリー持ち、やっぱりね、不満になる部分って、バッテリー持ちなんですよ。2年とか使ってきた時にバッテリーがへたってしまって、でとにかくバッテリーが持たなくなったから買い替えたいっていうね、バッテリーのためだけに買い替えるみたいなところもあると思うんですけれども、元々のバッテリー持ちがいいので、例えば2年ぐらい使ったとしてもまだですねバッテリーが結構持つ、今よりも持つかなぐらいになるかと思います。で、 Apple Store 価格は 124,800円というところでね、まあどれぐらいお得なのかっていうところはですね、まあご理解いただけたのかなと思います。そしてもう一つね、新型の方の15プラスですね、これもちょっと見ておきたいと思うんですけれども、じゃあ新型だとどういう風に違いが出てくるのっていうと、チップがね A16 チップにバージョンアップしている1世代ですね上のチップが搭載されているんですよ。まあ、これもまあ大きな理由があって、後ほどこれも触れていきたいと思うんですけれども、まあ大きさはね変わらず 6.7 インチの有機 EL ディスプレイ、重さもまあ 2g ぐらいね、最新の15プラスの方が軽いんですけれども、まあほぼ同等と捉えていただいて OK です。で、画面輝度が実は14プラスよりも上がってるんですよ。この点においては結構大きな違いが出ております。なので1段階ちょっとディスプレイ暗いよねっていうのが14プラスです。で、プロモデルと同じダイナミックアイランドも搭載というところで、パッと見の印象はですね、かなり洗練されているなっていうのが15プラスです。で、今までの iPhone だなっていうのが14プラスという違いがあったりもします。あとカメラ性能ね。同じ2眼なんですけど、広角カメラが画素数がですね、4倍に上がっているんですよ。48メガピクセル。ということで1倍とですね、まあ超広角カメラで 0.5 倍。まあこれは14プラスも15プラスも共通なんですけれども、15プラスは広角ズーム相当で2倍も撮れちゃうんですよ。画質を落とすことなく2倍撮ることができるっていうのが、まあ、この高画素カメラの売りなんですよね。で、あとね、バッテリー。はい、もともとバッテリーの持ちというのはいいんですけれども、さらに長く使っていった時に、まあ、どれだけの差がつくのかっていうところなんですけれども、通常今までアップルって500回の繰り返し充電をした時に、元々の能力の 80% は維持しますよっていうところを示していたんですけれども、15プラスってこれ繰り返し充電1000回で上限 80% を維持すると言っているんですよね。ということで、まあ3年とかもっと長く使っていった時に14プラスと15プラスのバッテリーのへたり具合っていうところに関しては、まあ、2倍差がつくと、2倍15プラスの方が物持ちがいいっていうふうに捉えることができますので、そこをですね、この価格差をどう見るのかっていうところですね。で、 Apple Store 価格としてはですね、 128GB を購入した場合に 139,800円と、で今回ね 98,800円で買える、 41,000円の差額があって、それだけ多く出して最新の方を買うべきなのかどうなのかっていう問題もあるんですけれども、これにはですね、まあ他にもねちょっと考えなければいけないところがあって、こちらバッテリー交換費用というところで、14プラスが実は 15,800 円で交換することができます。ということで、最新を買うと、まあ、2倍バッテリー持つんですけれども、一発ですねバッテリー交換を挟んだとしても 15,800 円の出費で済みますというところがあるので、まあこの取り替える作業をする面倒さはあるんですけれども、金額的にはまあ14プラスで行った方がメリットはある部分もあると、まあ結構難しいこれ言い回ししているんですけれども、こういう状況です。そして最後にちょっとまとめたいと思うんですけれども、まあ、こちらの iOS サポート期間予想、これまあ一部はですね実際にサポート終了している機種というところで、実績ベースで書いております。で、予想サポート期間は全部これ私の予想なので、まああくまでも予想です。で、iPhone 13とか14とかそのあたりはちょっと見ていただきたいんですけれども、 iPhone 13、14って A15 チップで同じチップ
ップなんですよ。先ほどの特徴のところでも、1世代ね、据え置きできましたと。で、15になってから上がりましたよってお話ししたんですけれども、このチップの世代でですね、アップデートの終了期間が、まあ、同じ時期に終わる可能性あるんですよね。そうすると、まあ、iPhone 14で、iPhone 13と同じ時期に終わる可能性があります。ということで、大型アップデート、メジャーアップデートが、通常6回ぐらいあったりするんですけれども、5回で終わってしまって、iPhone 13と14がその時点で終わるっていう可能性もあるというところで、まあ、より長くっていうことを考えたときに、ちょっと不利に働く可能性もあるよというところですね。はい。ということで、いろんなところがですね、このバッテリー交換の費用だったりだとか、まあ、iOS のサポート期間とか、まあ、要はですね、長く使えば使うほど、いろいろ考えなきゃいけないところが出てくるよっていうところが、まあ、私の言いたいところなんですよね。2年とか。まあ、長くても3年以内にもう次の機種に買い替えるよっていうのを決めた上でですね、購入をする。まあ、どちらかというと短期勝負の扱いなのかな。今ね、平均でもやっぱ3年以上使う方が多いですけれども、あんまりそこまで長く使うべきではないかなというところを前提にした上でですね、まあ、今回の、まあ、Amazon プライムデーの先行セールですね、まあ、ここまで安くなるんだったら、まあ、挑戦してみてもいいのかなというようなね、結論付けとさせていただきます。細Bチャンネル。はい。ということで本日はね、Amazon プライムデーの先行セールの中でですね、iPhone 14 Plus が、まあ、かなり格安になっていたというところでですね、まあ、とはいってもね、即決できるような金額ではないので、まあ、いろいろ考えるべきところっていうのをこうお示しした上でですね、まあ、多少背中を押してみたんですけれども、いかがだったでしょうかね。これを、こう見た上でですね、よし、買うかというね、風になったかどうかわかんないですけれども、まあ、単純に私はですね、買って、ダメだったな、いまいちだなっていう時にすぐに売却するっていうところの、まあ、リセールを一番、重視する傾向にあるんですよ。私はね。なので、99,800円で購入をして、すぐに売ったとしても82,000円で売れますと。まあ、もちろんね、画面バキバキにしたりとか、傷だらけにしちゃダメですよ。17,800円の、その損失っていうのかな、お金の出入りで、まあ、済むので、まあ、これでですね、まあ、このまんまの上限金額で2年ぐらい使えたらね、1年間なんか8000円ぐらいで使えたみたいなね、そんな状況になるんですけれども、やっぱり買取価格も下がっていってしまうので、iPhone 16シリーズが出たらまた一段とですね、この iPhone 14シリーズの買取価格下がったりもすると思いますから、まあ一概には言えないんですけれども、今時点においてはですね、なかなかこの買い値と売り値っていうところがこう2万円を切るぐらいまで下がってるっていうところだけを見るとですね、まあ買いでもいいのかなっていう、もうどちらかというとその買いで行った方がいいよりにある、そういう iPhone かなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、少しでもね参考になったと思ったらですね、ぜひね高評価とチャンネル登録ねしていってください。ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。